ローマ説。それは100年に一度エルデの血を覆う圧倒的な悪意、不死の魔人エターナルが率いる破壊と殺戮の波はあらゆる種族を等しく飲み込んでいく。時に西方暦2218年、それは以前のゴーマ説から。ティオ姉さん、僕もう走れない。私はどんなことがあってもティオを守る。本格的に降ってきたな。フィン、そろそろ村へ戻るぞ。エルラン、あの茂みの中、ビリドラだ。風上な上、この雨でこちらに気づいていない。エルラン、ここは俺に任せてくれ。仕方ねえな、やるからには子孫じるなよ。俺たちの勝利だ。そいつは順調に成長して進化すればかなり頼れる相棒になりそうだぜ。ああ、当初の目標はこれで達成だ。協力感謝するよ。ほとんどお前のおかげだろ。まったく、村一番の狩人さんは謙遜が過ぎるぜ。モンスターの鳴き声、近いぞ。人の駆け足の音もする。まさか人を狙ってる。おいやめとけ。探索の終盤で準備も心もとないんだぞ。ただでさえ最近のモンスターは妙に凶暴なんだ。無駄な争い。ダメだ、父さんだったらきっと。いや、絶対に逃げない。なんだ。いや、気のせいか。俺はずらかるぜ。お前も無茶はするなよ。こっちか。どうだ。
俺たちの勝利だ。普段はおとなしいサンドタートルがなぜ目に狂気が宿っていた。助かりました。二人とも無事みたいでよかった。俺はフィン。私はリゼット。こっちは弟のティオ。助けてくれて。リゼットにティオか。それにしてもろくな装備もなしに何だってこんなところに。私たちこの北のウェスカテ村から来たの。ウェスカテはモンスターの大群に襲われた。逃げ切れたのは多分私たち二人だけ。モンスターたちが村を。まがまがしい正気をまとった女の魔族に率いられてみんなを。ここも安全じゃない。俺の村に来てくれ。リュドミラ隊長、掃討作戦が完了しました。うん。村人の避難状況は？滞りなく。重軽傷者とも現在東の丘で治療を施しております。村にこれほどの被害が出たというのに死者が出なかったとは。ウェスカテ村に送った石膏から何か報告は？それがウェスカテは全滅とのことです。製造者は確認できていません。なんというこ。モンスターたちが村を襲ったということは近くにそれを先導した者がいるはず。探し出すのだ。はこれがゴーマ説。世界そのものが大きな悪意に包み込まれたようだ。村が、俺たちの村が。まさかフィンの村にまであいつが。君たちはこの村の住民か？俺はそうです。この二人はウェスカテ村から。私はリグランド赤竜騎士団第三連隊隊長リュド。ロッセの村民は皆無事だ。今はひとまず安全な場所に避難してもらっている。ウェスカテは間に合わず無念だ。ロッセも村への被害は抑えきれなかった。復興にはしばらく時間がかかってしまうかもしれない。ロッセとウェスカテが同時に襲われるなんて、これじゃまるで伝説の。そうだ、これらはゴーマ説の影響だ。そんなゴーマ説は100年周期で前期も18年前に終わったはずじゃ。ゴーマ説。隊長！どうした？新手です。女の魔族、我らの手には追えません。アルフレッド！赤竜騎士団ですか。ね、姉さん。間違いない。私たちの村を襲った。貴様がみんなを殺した。何者？偉大なるゴーマ皇帝より英語を授かりしゴーマ将が一人。
ジャガイのミボーネと申しますわ。不死身と言われる魔族の使者、ゴーマ説に現れモンスターを操るというが、貴様がこの村を実験隊たち、いえ村人は避難済みですか。ま、そちらは後で探すとして。やめろ！あらあら、元気な被験体ですこと。でも、あなたへの知見はほんの少し後ですわ。嘘だろ。傷一つないなんて。不死の力。これが。お前、ティオに。私のティオに何をした！前の村で試した薬の匂いがしますわね。あなた、しかしどうやって私の結界を。興味深いですわね。いいでしょう。あなたたち兄弟は特別入念に薬の投与を行ってみるとしましょう。みんなが何もできないまま見ていても、このまま目を閉じてしまえば俺は。そう、目を閉じてしまえば君は。そうだ、その瞬間俺は死ぬ。俺の魂が死ぬ。そうだ、目を開くんだ。許されざる敵を、そして守るべきものを見据えるんだ。さあ、高き赤よ。今こそ、燃え上がれ。許さん。炎？赤い輝き？あの人間が放つこの光は、この圧力、何が、一体何が起きているというんですの？フィンの瞳が。実験体追加です。しまった。どうだ。哀れですね。しまった。俺に力を。覚えていやがれです。俺たちの勝利だ。ショタル、私の体に人間ごときが傷を。まさか、その瞳、まさか。瞳なんだ。目が、体全部が焼けつくように熱い。人の上位存在であるこの私に傷をつけるなど、ありえません。ありえませんわ。ゴーマの将は退けた。待て、未亡ね。赤の紋章。え？魔を退け、邪悪を払う赤き紋章。ただ紋章。そうだ。そしてそれこそが、ゴーマ説を終わらせる唯一無二の力だ。ゴーマ説を。お、いや、いや、やだやだ、お願い、目を覚まして。いや、リゼット、
落ち着いて。リュドミラさん、リゼット、ティオを見せてくれるか。ティオ、呼吸や脈は正常だ。ひとまず命に別状はない。だが眠っているようにしか見えない。この症状、確か。リゼット、ティオを王都の瀬良院で見てもらう。君も共に来なさい。はい、よろしくお願いします。そしてフィン、君にも。ん、未亡年、あいつはきっともっと多くの人々を傷つける。止めなきゃ。でもそのためには。リュドミラさん、俺も王都へ連れて行ってください。元よりそのつもりだ。詳しい話をするためにも必ず同行してもらう。村の民も軍隊が護衛し、王都へと避難させる。よろしくお願いします。今夜は冷える上にこの雨だ。いたずらな行軍はティオの病状を悪化させるかもしれん。ひとまずここで夜露をしのぐこととする。ティオのはい。ゴーマ説、紋章、この世界と、そして俺に何が起きてるのか、それを知るためにも俺は